吉宗評判記暴れん坊将軍。家康を祀る日光東照宮はいわば徳川時代最高最大の国つかみであった。上様のおなり。かい、各うちそろって何事だ。恐れながら、こたびの日光東照宮様御収築にあたり、その材木の調達納入のご用命を誰にいたしまするや。誰に決まった。ここにおりまする一同の総意をもちまして。いや、ご老中、分かっておる。ただ一人町奉行大岡越前は少々異を唱えておりまするが、世の者はすべて、すなわち寺社奉行、勘定奉行、日光奉行、それに地元の本所奉行がこぞって甲州や二兵を推挙いたしておりまするが。待てかい、その儀はもちろん札入れの結果であろうな。は、定め通りの入札を行い、その結果甲州屋が一の札を落とし、それでその方たちが甲州屋ならば間違いなかろう、そう査定したというのであろうな。いいえ、入札は行っておりません。何故だ。仰せではござりまするが、東照宮様御用については特例をもって入札をやめ、しかるべきものを推挙してもよいということになっておりまするので、その先例に習いまして。先例特例にこだわることはない。悪兵は改めるにしくはなしだ。では入札を行うべしと仰せられまするか。当然であろう。それともその方ら、どうでも自分たちで選んだ甲州屋に決めねばならんといういわくでもあるのか。とまあ、痛くもない腹を探られてもつまらんぞ。なあ、かい。いや、失礼。こいつはいいや。新さん、やってくれましたね。お前たち、あの近頃流行ってる町のこの流行りたつの知ってるか。日光は結構なもんだよ、俺っきれきつ。まずは一服召し上がれつ。小金の茶碗の回し飲み、ああ結構結構日光様。俺が言う前に新さんが気がついたっつな、こら嬉しいじゃありませんか。おう、お待ち。うぜ、嬉しいだろう。だけどお前さん、それがどうして。さすが新さん、よくやってくれた。新さん、新さんが公方様でもあるまいし、どうしてそういちいちありがたがんなきゃなんないんだよ。私もそりゃ新さんのこと褒めてくれるのは嬉しいんだけど、どうもそこんとこは一つよくわかんない。まあまあ、そういうことはな、深くあんまり考えねえほうがいいんだよ。それよりよ、魚かなんか持ってこいよ。おかみさん、ナッパでも何でもいいんだ。ナッパでもとは何だよ。
この節ナンパが一番高いんだよ。それではここで締めさせていただきます。皆さんお手を拝借よーよな。おめでとうございます。おめでとうおめでとうめでたいがね、木曽屋さん、これからが大変ですよ。はい、よう分かっております。日光東照宮様御用材の調達、私も思いがあるが、もう規模での折れる仕事ですよ。少々骨が折れたって、その代わり折れて曲がるような商いができるんだ。結構な話じゃありませんかねえ、木曽屋さん。私ももう50両安く札を入れてりゃ、たった43両の違いで木曽屋さんに持ってかれちまってついてませんよ。奈良屋さん、いやもうそいつは一個なしだね。三番札なんとかそんな風だったら、二番札の私はどうしたらいいんですかね。本当に甲州屋さんはお仕事ございましたね。いやこの際そんな戦いきさつはともかくとして、私たち騎馬の者みんなで木曽屋さんを盛り立ててあげようじゃありませんか。どうです皆さん。ああ、そうですね。できた。できた、できた。それじゃあ、これで一つパーッと賑やかに行きますか。おお、サンタ、ああついでと言っちゃ申し訳ねえが、八幡様へお参りしていこうか。ええ。お前さんたちは一体誰だい。大親方。やれ。三番札奈良屋茂助か。はい。いちいち横に毒があって、だいぶ木曽屋を恨んでいるようでした。へえ。よお楽しみ。よさねえか。よお楽しみか。人にはそのように見えるんですね。うん。おそう。はい。確かにこの辺りだと思ったが。ええ。確かに手前どもの敷瀬に相違ございませんが、誰が来ていたものかわからねえかい。さあ、ゆうべここの主が佐賀町の代用している料亭行ったそうだが、無事に戻ってきたかい。ええ、よかったら主にちょいと空いてんだが。あ、それがあいにく用達に出かけておりやして。そうかい、何事もなければそれでいいんだが。ただいま。お客様いらっしゃいまし。さっき言った両安先生が言ってたわ、お父っつぁんの傷ね。お嬢さん、邪魔したな。え、どうも。まずいや、お嬢さん。何が。そうか、構わず放っておいてほしいというのだな。はあ、どういたしましょう。あの。おう、おめえは木曽屋の。家兵の娘でお道と申します。お父っつぁんのことで大事な話があるんです。なるほど。ことをあからさまにすると、本所奉行所あたりから責められて、せっかくの日光の仕事が不意になるかもしれん。だから黙っていようというわけだな。ええ、誰にも言うんじゃない、内緒にしておくんだ。それを俺たちに打ち明けてしまっていいのか、お道さん。叱られるでしょう、こっぴどく。でもいいんです、私には日光様のお仕事よりお父っつぁんの方がもっともっと大事なんです。お父っつぁんが言ってました、他に恨みを受ける覚えはない、今度の仕事の邪魔をしようというやつに違いない。お道さん、そなた母子は。母子。うん。あ、おっかさんのこと。おっかさんは私が5つの時に亡くなりました。だからお父
さんにもしものことがあったら私一人ぼっちになっちゃうんです。もしもしそんなことにでもなったら。安心せい、そんなことにはならせません。これどうも。じゃあ昨夜のことはあんまりお役に立たなかったってことですか。うん、てっきり騒ぎ立てるだろうと思った木曽屋が暗に相違、おとなしく泣き寝入りしやがったんでな。だから言ったでしょ、邪魔者は殺せだ。いっそ息の根を止めときゃよかったんですよ。まあまあまあ、こっちにはこっちの思惑があるんだ。お前さんは言われた通りにやってりゃいいんだ。これでもいけないかい。番頭さん、次は何をやるとおっしゃるんで。いいか、日光様の収束まで日がねえんだ。頑張ってくれよ。おい、あちょっと手伝ってくれ。ヤクザが片木さんにすることじゃねえ。なんだこの老いぼれ。一番な、半端やろの一人や二人。すいません、だらしのね、やっぱり年なんでなんすね。忙しくなるぜ。なんだてめえら。おめえら、今日から木曽屋の仕事はよしにしな。なんだと。どけやれ。おい、こっちはおめえらのねぐらも突き止めてあるんだぜ。留守の間にかかあやガキがどうなってもいいってのかい。おい兄さんたちよ、悪いことは言わねえから、言うことを聞くなって。親方、親方、職人衆が十二三人ごっそり出てこねえんで。なんだって。親方、こいつはただことじゃありませんぜ。おお、これはこれは。いや、この間のおやさんではないか。はい、島蔵と申します。この度木曽屋さんのお嬢さんに拾っていただき、こうお世話になっております。
おみつさんに。それは何よりだな。はい。あ、お武家様、毒虫どもがまだのさばってるようでござんすね。蛇の道は蛇で、足でお役に立つことがありましたら何なりと。何もない。島蔵とか言ったな。島蔵、おみつさんはお前をそんな役に立てるつもりで世話してくれたと思ってるのか。今までどんなくねくね道を歩いてきたかは知らんが、やっと戻れた一本道、手引きをしてくれたおみつさんのためにも二度と横道にそれとはなるまいぞ。お武家様。俺は徳田新之助、仲間じゃ新さんで通ってるから、お前もそう呼んでくれ。じゃあおやつさん、気をつけてな。よこし、後ろ連中木瀬屋の助一旦出しましょう。リュウコのやつでも五人分は働くでしょう。頭、すまんな。なに、けどね新さん、この分だとまだまだあの手この手と嫌がらせは続くでしょうね。うん、誰がやっているのか。やってるやつよりやらせてるやつ、けしゃけてるやつが問題なんですよ。おじさん、入りますよ。あ、これはお嬢さん。こんなところへ。さあ、どうぞ。島蔵さん、これお嬢さんからです。どうぞ。これはどうもありがとうございます。おじさん、明日からお店の方に移って。これじゃあんまりだわ。いえ、年寄りはこうして一人で置いていただく方が。それにここですと基盤の見張りができます。いや、見張りは皆で交代にやりますから。とんでもない。皆さんには昼のお仕事がございます。見張るらいさせていただかなくちゃ。あっしゃ、おまんまもいただけません。困ったわ。あ、おじさん、お酒お燗をしてきたの。じゃあ遠慮なく。おじさん、こんなこと聞いていいかしら。おかみさんやお子さんは。誰で。てめえは来ないだろう。待ちねえ、おめえに話があるんだ。おめえもしかしたら島蔵ってんじゃねえのかい。やっぱりそうかい。親分の言った通りだったな。親分。うん、駒形屋の勘八様よ。親分言ってたぜ、江戸へ舞い戻ったんならどうしてまっすぐ来やがらねえってな。親分に言ってきな、俺はもう昔の。あった、まだ先があるんで。かかあやガキのこと知りたくねえかだとよ。何。私がいけなかったんだ。私があんなこと聞いたりしたから。ん。私うっかりおかみさんやお子さんはって聞いちゃったんです。それで。おじさん返事をしてくれなかった。とっても辛そうな顔でした。きっと言うに言えない辛いわけが。それなのに、それなのに私、おじさんの気持ちも考えないで。
そうじゃない。おみさん、気にするな。そうではないのだ。おみちさんのせいじゃない。あいつはやっぱり出ていくしかなかった。バカなやつだ。俺たちは知るめえが、このとっつぁんは人斬りの島蔵って言ってな。よしとくんなさい。いいじゃねえか。先代の時からうちの大番頭角だったんだ。それがしばらく23年ぶりじゃしばらくでもねえが、とにかくめでたく帰ってきたってわけよ。そいつは、おやむ、そいつは違う。いいってことよ。まとものんびりしててくれりゃいいんだよ。おい、人斬り、今まで何人斬ってきたい。俺より多いかな。まあまあ先生。頼むからおめえどっか離れたところでやってくれよ。どうしてよ。どうしてって関取見てそうあっさりやれたんじゃ、こっちが怠けてるみてえでいけねえよな。おめえたちだっておめえあのお嬢さんの見てる目じゃ結構いいとこ見せてるじゃねえか。それはだっておめえ、そうよ、ひょっとしてよ、あの方頼もしいわ、養子に来てくれないかしら。なんてのことなるかもしれないか。バカ、あのお嬢さんにはもうちゃんと今決まってんだぞ。分かってるよ。あれだろ、けどよ、物事ってのはひっくり返るかもしれねえしな。さあさあ、なあ、あっ、うわっ、よかった。おいみんな、今日は早じまいだ。親方の本気以外だってよ。ありがとう。おはるさんが亡くなったぜ。いつでござんす。さて、何しろ20年も前の話だからな。墓はちゃんと弔ってやっていただけたんでしょうね。当たり前よ、谷中の歓迎員にちゃんと。歓迎員、そいつは無縁仏の内子みたいなじゃございませんか。そんなことねえだろう。おやぶ、あっしは23年前誰のためにしておばらし、何のために土地を売らなきゃならなかったか。だからできるだけの面倒は。じゃあ坊主はどうなりました。それは佐吉はどうしてくれたんです。おやぶ、おやぶ、なに本服祝い。じゃあ今夜はどいつもこいつも下げくらって、よし、みんな集める。へい、とっつぁん、せっかくだな、話は後回しだ。おやぶ、それどころじゃねえんだよ。いよいよ今夜、今度こそ木曽屋に値を上げさせなきゃならねえんだ。何ですって。面白い。
お嬢さん、もう戻らなきゃ。ええ、いいわよ。こねてはおられん。はあ、ご身辺くれぐれもご用心を。半蔵、おその、よいな。心得ました。そりゃあかしら、何年に一度という大仕事を木曽屋にさらわれたんだ。ほたほたしてられるわけはないでしょうが。そりゃあねえ。そうですよ。仮にかしら、頭が八百八丁丸焼けってな大火事の消し口をもう一息ってとこで予想に取られちまったとしたらどうです。まあ、あっしの場合はその時はそれは悔しくてもね、後々恨みを残すようなことはしねえでしょうな。いや、考えてみりゃこの節は金土師も食うか食われるか、権現様の泣くまで待とうで行くか、泣かしてみよう太后様か、いっそのこと殺してしまおうの信長公か、いろいろ大変でござんすな。頭、やめてくださいよ、殺すなんて物騒な話は。これはこれは、嫉妬したことは失礼いたしました。頭、どうもさっきから奥歯に物の挟まった口ぶりだが、お前さん何か足を探っておいでかい。いや、とんでもねえ。足は旦那の何探るんですか。何もないと言ってるんですよ。木曽屋がまだダメだと決まったわけじゃなし、例えば昨夜のようなことがあったにせよ、木曽屋がちゃんと日限通りに材木を納めさえすりゃ文句はない。二番札三番札の出る幕がないんだから、私が変に立ち回るわけないじゃありませんか。ねえよ。いや、ごもっとも、ごもっともでしとも。よかったな、よくこれぐらいの怪我で済んだものだ。ええ、誰かが足のここのところをひっつかんで引っ張った。ああ、そこまでは覚えてるんですが。それよ、それで助かったんだわ。命の恩人よ、その人。でも誰かしら。先っちゃん、何してるの？いや、おいらのお守り袋。
吉。思い出したくない23年前、人を切って旅に出た。可愛い女房子供ともこれが最後と思わにゃならぬ。帰るあてない長い旅。お前さん、なんてことを。こいつのちゃんはこんなヤクザな人斬り野郎であっちゃならねえんだ。お前さん。おはる、佐吉を頼んだぜ。佐吉、勘弁しろよ。人斬り島蔵もとんと宝が緩んだようだな。だが渡世の掟まで忘れちゃいめ。そのうちたっぷり働いてもらうから、いい死に花にするがいいぜ。ボケやがって。死に花か。お、気がついたか。へえ、ご心配をかけちまって。本庄奉行所を呼ばれたそうだが。へえ、それがどうも妙なんで、昨夜の一件をご存知の様子で。当時本庄および深川地区を支配していたのは町奉行ではなく、この本庄奉行宝田太忠太忠であった。どうだ、昨夜一騒動あったであろうが。ん。まあそれは知って知らぬふりしてやるが、その代わりクソや、日光様の御用材はその品目、数量、納めるに次元、その大祭兼ねて達しやる通り、寸部の間違いも許さんからそう思え。よいな、できなければ御用を辞退することだの。ん。さよ、厳しいお達しでございました。いよいよ本性を表しおったか。いや、昨夜は相当やられたようだが、それでもやれるのかな。いえ、実のところ少々日限を延ばしていただこうかと思っておりましたが、こうなっては。親方。お父っつぁん。心配するね。こういうこともあろうかと二段三段の備えは花からできてるんだ。へえ、立派にやり遂げるつもりでおります。うん、いいかな。木曽屋は今日限までに間に合わそうと目から血の出る算段をして材木をかき集めに回っているんだ。うん、そいつがやっと集まったところで、今度は手段を選ばん、とことん打ち壊すんだ。ええ。気をつけて。大丈夫？まだ無理じゃない？いや、いいんだ。こんな大事な時だってのに、のんびり寝てられねえや。明日から貸しに出なきゃ。まだ無理よ。いや、いいんだったら。危ない。もう無理をするからよ。いいんだよ。本当に大丈夫？いいんだよ。佐吉、ちゃんだ。お前のちゃんがここにいる。よその人の手を借らず、杖を拾って手を引いて抱いてもやりたい、おぶって、それがかなわず血の涙。人斬り島蔵ヤクザ者。木曽屋の材木がつきました。よし、夜が明ける前に筏を切り離すんだ。用意しろい。
親分、待ってましたぞ。なんで、島蔵じゃねえか。せっかくだが、この橋は通さねえ。なんだと。島蔵、てめえ。カンパチ、これがおいらの死に花よ。野郎ぶち殺せ。島蔵、お前は引っ込んでおれ。徳田様。クソや、ここはいいから池の材木を守るんだ。へい、よし行くぞ。先に行けねえ。どうか佐吉を、あ、いや佐吉さんを。お前は佐吉の。言わねえで。どうぞ。おっしゃらねえで。分かった、言わせん。安心せい。 ありがてえ。バカを見し尽くした一生だったが、最後にパッとした花。島蔵、島蔵。旦那様のお知恵に恐れ入りました。誰もがまず旦那様を怪しいと見る。しかしとっくり考えてみると、本当の悪ならそう明け透けにするはずがない。おまけに旦那様は3番札となると、怪しいのは2番札の公衆屋に。いや、もうはたはた。いや、それもこれも御前様のお指図通りにやったまで、私はただの人形じゃ。さようでございましたな。ん？へえ、さようでございましたか。まあ、何にせよ三番札のご利益はもうすぐ目の前で。はい、おめでとうございます。くせ者ども、喜ぶのはまだ早いぞ。長屋、まんまと裏をかいたと思っていたのが、め組の頭にうっかり吐いた一言で己の仕業と分かっていたのだ。何？本所奉行宝田太刀、己が知恵をつけたというが、とんだ浅知恵だったな。己、己何やつ。俺の顔を見忘れたか。もはやこれまで。出会え、おのでも出会え。Thank you.
享保4年、吉宗は行政改革を断行した。すなわち本所奉行制を廃して深川本所地区を町奉行の支配に組み入れ、また老中はじめ寺社、勘定、日光三奉行を更迭したのである。おいおさい、酒の用意しろよ。祝い酒だよ。だけどさ、本所のお奉行がなくなったりさ、お偉方の首がすげえ返ったってどうしてそんな嬉しいんだろうね。わかるかよ、おまっちゃん。わかんない。何でもいいからビチャビチャ喋ってる、酒の用意しろって言ってんの。はいはい、酒酒酒酒酒。おい、お前ら、ちょっとあの元言ってな、あのちょっと酒の魚買ってこい。おいおいおい、おい、助かる、ジェネが前回でお前ら出しておけばいいじゃねえかよ。またこれだよ。早く行って、早く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 。いいの、いいの、俺は嬉しいんだもんよ。新さんは分かってんもんな。おじさん、成仏してくださいね。けど、このとっつぁんどうしておいらを。あの、何かご存知ありませんでしょうか。いや、知らん。何も知らんぞ。そうですか。島蔵、これでいいのだな。これで。我が子と呼べぬこのために命を落とした島蔵よ、哀れ。それとはその子に明かされず、心で泣いている吉宗であった。誰はしないさ、負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記、暴れん坊将軍。次回は。その方をどうしても宿様にはいたしたいと申すのか。この秋には祝言を挙げることになっておりますので、ぜひともお暇をいただきとうございます。なら、あの長屋が焼けてくれたら、私はその足でお屋敷に行ってお初を連れてくるだろうよ。武蔵屋にそそのかされたのか。やらなきゃお初さんが殺されるんだ。お初を返してくれ。こいつてめえたちの魂胆読めてるんだ。たとえ俺があの長屋に火をつけたって、お初を返すつもりはあるね。もしそうだったらどうする。半藤慶之助は人殺しだ。次回、虎に食われた悪い奴。どうぞご期待ください。